デネシュタットは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、アルンスベルク行政管区のオルペ軍に属する市である。ザウアーラントに位置する、この町は、1969年7月1日の自治体再編によって成立し、これに伴って廃止されたアムト・ウィルシュタインの権利継承者である。軍内で最も人口の多い、この町は43の地区からなっている。 この地域に最初に定住がなされたのは、ラテーヌ時代初期にまで遡る。1861年に最初の鉄道路線が開通して、以後、徹底的な構造転換がなされた。金属加工業者が現在のレネシュタットの市域内に設立され、工業も鉄道によって利益を得た。非雇用者の50%以上が製造業についている。 観光業も重要な経済分野である。レネシュタットはザウアーラントロタール産地自然公園の中に位置しており、ルール川の支流であるレネ川が東から北西に向かって流れている。アルテンフンデムシクでレネ川に左岸から合流するフンデム川の他にエルスペバッハ川とファイシェーデ川が大きな支流であり、クレーベンブリュックでレネ川に注いでいる。レネシュタットの地域は 北緯51度03から51度12、東経7度58から8度15に位置している。北東から南西の最大幅は約 19km、東西の最大幅は約 20km である。市内の最高地点はミルヒエンバッハ近郊のヘルトラーで海抜 756m、最低地点は レネ川のフィネントロプトの市境にあたる地点で239メートルである。レネシュタットは、北はフィネントロプ及びエスロエ、東はシマレンベルク及びバートベルレブルク、南はキルヒフンデム、西はオルペ及びアテンドルンと境を接している。レネシュタットの面積は、2015年末時点で135.59平方キロメートルである。森林が、 その65.8%を占める。農業用地は19.9%である。残りは、交通用地、住宅地及びそれに付随する空き地や、産業用地、スポーツ及びレジャー用地、その他である。ザウアーラントでは、珍しくないが、デネシュタットの多くの部分が森林である。デネシュタットを含むザウアーラントは、ラインシーファー山地の一部である。市内で見られる岩石の多くは、 4億年前から3億3 5五百万年前のデボン期初期から石炭期初期に形成されたものである。当時この地域全体が海に覆われていた。最も多く分布する岩石は、粘板岩、石灰を含むシルト岩、粒の細かい砂岩、交差岩、ほとんど経過した石灰岩及び粘土岩である。古生代に岩が堆積する間に鉱石が溶解した熱水溶液が、 堆積物の間に浸透し、滅ンやハルバーブラハトで採掘されるようなセデックス型の層状の鉛や塩鉱床が形成された。3億5千万年前から3億年前の石炭気候期には、この地域はバリスカン、作り山運動に巻き込まれた。これにより水平に層を成していた地層は終局し、一部は少女断層となった。 地域の堆積物の大部分は現在、メッゲナー・ムルデとして構造地質学的に研究がなされている。その後バリス間、ン作り山運動で形成された産地は、純平原となった。ザウアーラントの丘陵は、第3期及び第4期のラインシーファー産地の隆起によって形成された。これは、地質学的には、最も新しく、 260万年前に始まり、現在に至る。新たに風景に加わった小川が山地を深く刻み込んだ。例えば、山の斜面に貸しン球を形成したレネ川の流れに、その痕跡を見ることができる。デボン期中期末の末線軽くに、数多くの洞窟が作られた。これは、シュポルケ地区やヘスペッケ地区で見られる。シュポルケでは現在、 モナルヒエン洞窟の再自然化が行われている。メッケン地区では2011年に手のひらくらいの大きさの貝の化石が発見された。LWL 自然博物館で鑑定した結果約4億年前のデボン期のいわゆるスカルプチャースタインチャーンと結論付けられた。この化石は2011年11月22日に周囲の岩が削り取られ LWL 博物館で さらなる分析がなされている。デネシュタットの集落地図、デネシュタット市には43の地区がある。本市は、1969年7月1日に、オルペ軍の地域再編に伴って、それまで独立した町村であった、エルスペ、グレーベンブリュック、キルヒファイシェで、エーディンゲン、ザールハウゼン、およびキルヒフンデムのアルテンフンデム集落が合併して、成立した。 1975年の地域再編で、レネからミルヒエンマフハ地区がこれに加わった。両地域再編より外の境界は変更され、いくつかの集落が隣接市町村に移管された。こうした再編は、個々の自治体の構造が、経済や企業の成長に対応できなくなっていたため行われた。また、新たな住宅地が建設されたことで、いくつかの集落では、 互いの交流が密になってもいた。困難な政治的駆け引きの末、アルテンフ・ウンデムが都市開発計画の中心かつ重点と定められた。行政機関が単一集中化されたにもかかわらず、旧町村は集落の開発計画に関与する独立性を保っている。以下の集落がレネシュタット市に属している。レネシュタット市は温帯気候に属している。 平均最高気温は7月、8月の摂氏22度である。最低気温は1月、2月に観察され、平均摂氏3度である。他の月及び年間平均を以下の表に示す、気温は、真夏には、摂氏30度を超えることが数日あり、真冬には時々低、摂氏20度付近あるいは、これを下回ることがある。ヒルフォート・バイレンシャイトの復元予想図。 ヒルヒファイシェーで近郊のホーフキュールやエルスペ近郊バイレンシャイトのヒルフォートといった現在の地域における最初の入植の痕跡は紀元前5世紀のラテーヌ時代初期にまで遡る。バイレンシャイトのヒルフォートは長さ225メートル、幅75メートルの楕円形である。衣装と留める飾りピンや腕輪の断片といった出土品は紀元前百八十年から 紀元前320年頃のものと分析されている。バイレンシャイトの尾根から出土した珍しい出土品はバックルに立体的な渦巻き装飾が施された中空のバックル付きリングの断片であるとされている。ホーフキュールの土類施設は長さ80メートル、幅60メートルほどの大きさである。ラテーヌ時代のものではあるが、その正確な時期は不明である。 古い入植地の証拠は、エーディンガーベルクの新たな発掘でも発見されている。発掘調査は、エーディンゲン修道院が存在する以前、ここにフランク人の城塞があったという説を裏付けている。出土したカロリング時代の刀を帯に留める器具は、旧世紀の第1三半期のものであると推定された。エルスペとエーディンゲンについて、地域内では最も古くからの文献記録がある。 両集落は皇帝夫三世がエーリン元修道院の設立を確認するために発行した千年の文献に記述されている。その後数世紀の間にビルシュタイン、アムトビルシュタイン、ブルクビルシュタインといった記録が見られる。中世のヒルフォート、城在、教会と街道の地図古代の広域街道、レーマーベークとハイデン街道が現在のレネシュタット市域内を通っていた。ボンから ブリーロナー高原へ至るレーマーベークは、ビルシュタイン、グレーベンブリュック、トロッケンブリュック、エルスペ、オーバーエールスペ、エーディンゲンといった集落を結んでいた。ハイデン街道は、ライプツヒからボンまで伸びており、グレーベンブリュック、エルスペ地域を通っていた。12世紀には、フェルデジョは、ゲフォーレ貴族家の所在地となった。この貴族家は、現在の南ザウアーラント地域の白権力。 所有者であった。1220年から1225年までの間に、彼らはファイシェーデタールに建設したビルシュタイン城に居所を移した。これ以後この貴族家はビルシュタイン家を名乗った。1365年に最後のビルシュタイン貴族家当主が子供を設けないまま亡くなり、この地域の領主権と白衣はマルく白家に移情された。 2016年7月の地元市にトロッケンブリュック地区近郊のレネ川流域で発見された注目すべき考古学的異物について報道がなされた。これは石器を製造するために薄力で傷つけられた石角であるとされている。この出土品は専門家によって最後の表記時代のものと同定された。こうした石器製作方法は当時生息していた。 ネアンデルタール人が行っていたことが知られており、この出土品は、レネシュタット及びオルペグンさらには南、ザウアーラントにもこの原始人類が滞在していたことを示す最初の証拠とされている。1445年にケルン大司教がこの城を征服し、ビルシュタイン地方と合わせてベストハーレン工領を創設した。この工領は1802年までケルン選定工領に属した。 ケルン選定校時代には、1555年まで、領主のために、所領経営を代行するドロステンアムトが頻繁に交代した。これは、選定校が領土を担保にして、例えば軍費などの新たな資金を調達したためでもある。1556年初めに、この大官職は、フリードリ・ヒホン・フュルステンベルクのものとなり、1802年まで、フュルステンベルク家がこれを務めた。 1840年頃に制作された同版画に描かれたビルシュタイン・ビルシュタインは短期間ヘッセンダルムシュタット法白領に属した後プロイセン領に移行した翌年1817年に新たに設けられたビルシュタイン軍の軍長所在地となった。しかし早くも1819年には交通の便が良いオルペニ軍長が移された。この軍内に1843年 1844年にアムト・ウィルシュタインが形成された。このアムトには当時の町村、キルヒ・ファイシェで、ラール・バッハ、フェルデ、エルペが属した。現在のレネシュタット地域の交通路の拡充は、主に19世紀前半になされた。1825年から1827年までに、コブレンツ民伝幹線道路のオルペ・ウィルシュタイン、エルペ区間が、 近代的な道路に改良され、1828年1月1日に開通した。1840年代には、アルテナからグレーベンブリュック、アルテンフンデム、ベルシェン・エネストを経由して、クロムバッハに至るレネタール街道の拡充や、アルテンフンデムからシュマレンベルクへの修道の開通が行われた。経済的な観点からは、1861年の ハーゲンからアルテンフンデムを経由して、ジーゲンに至るザウアーラント発の鉄道、ルールジーク線の開通が特に重要であった。1887年にはシュマレンベルクまでレネ川沿いを遡る支線が開通した。この支線は1914年にエルンテブリュックまで延長された。これによりアルテンフンデムは重要な鉄道乗り換え駅の一つとなった。ビルシュタインでは、 6キロメートル離れた、グレーベンブリュック駅への接続が急務となった。それは、1904年から1916年まで、グレーベンブリュック、ビルシュタイン、キルヒ・ファイシェーデカンを、レールのない電動車両で運行した、ファイシェーデ・タールワーンと呼ばれる旅客車して結実した。この、箱型馬車風の電動車と2から3両の付随車は、それぞれ14席と立ち乗りスペースがあった。 駆動車のモーターはパンタグラフで河川とつながっており、最高速度時速 18km で走行することができた。この路線は戦争の混乱と物資不足のために1916年に廃止され、1921年に旅客運行のための郵便バス路線が設けられた。市の中心部では1903年から1908年まで、1902年に設立された。 グレーベンブリュック、石灰工場が電動の無機場交通を運営していた。この路線は採石場からレネブリュッケを経由して、グレーベンブリュック駅まで運行した。このトロリーバスは1908年に鉄道交通に切り替えられた。16世紀から18世紀まで農業の他に鉱石、鉄製品、石炭の取引が起こった。1800年頃のレネ川沿いには、 ザールハウゼンからマウムケまでの間に7つの単蔵所があった。さらにファイシェーで川沿いに2つ、アルテン・フンデム近郊にも1つあった。マウムク単蔵所とキッケンバッハ単蔵所は当時から特に有名であった。1912年、当時のキッケンバッハ単蔵所のオーバーグラーベンが発電用ジェネレーター施設に転用された。鉄道開通により、ハルバーブラハとメッケン、 マウムけでは工業が発展したが、1992年に再び閉山された。レネシュタットの他の地区では、構造改革に伴って、電子産業や金属加工業者が設立され、雇用機会の安定化が実現した。鉄道路線の建設や工業の発展、あるいは工業化に伴いレネシュタット地域で、福音主義信者が増加した。このため、 1867年にアルテンフンデムで福音主義教会の建設が始まった。移住者だけでなく企業や熟練労働者のためにも学校制度の拡充が求められた。1888年と1911年にフェルデとアルテンフンデムに学校が設けられ、1925年及び1921年から女子も入学できるようになった。 この学校制度は、ギムナジウムでの学習、商業、行政職の予備校の位置づけであった。女性は、1901年からエルスペの修立火星学校で火星学を学ぶことができた。ホーエブラハトの展望台、レネシュタット地域の観光業にとって、1929年から1930年に建設されたホーエブラハトの展望塔は非常に重要であった。 1930年10月12日に行われたこの展望塔のオープン式典は西部ドイツ放送最初の屋外放送であった。ホーエブラハトは多くのハイキング客の目的となり、また高い場所にあることからウィンタースポーツにも公的である。展望塔の開設のほかにホーエブラハトへの乗り入れ道路やビルシュタインアルテンフンデム連絡道路の建設は 1926年から1928年の経済危機の時代における重要な雇用対策事業であった。ビルシュタインの方へイコールブラハート通り沿いに混流された保存文化財に指定されている左岸性の石柱はこれを記念したものである。1933年3月5日の国会議員選挙で NSTP のオルペ軍での得票率が14.3%と ドイツ全体で最低であったことは注目に値する。中央党の得票率はこれよりはるかに高い69.1%であった。この結果は多くのカトリック地域での投票行動において印象的な例である。1933年1月末にナチが権力を掌握すると国家社会主義者たちは即座に公共生活に影響を及ぼし始めた。 強制的同一化政策に基づき、1934年にアルテンフンデムのナチ党員が軍行政の指導者に就いた。同年、米日軍長とシュラーゲ労働部長の二人の中央党員が解任され、ナチ党員がこの地位に就いた。アルテンフンデムのドイツカトリック国民協会やフォルクス、出版、GMBH のオフィスが閉鎖された。これにより、最も重要なカトリック労働者、 国民教育の地方機関が機能しなくなった。アルテン・フンデムでは二つの通りが解明された。ナチ時代にはアムビムベルク通りはホルスト・ベッセル通り、フンデム通りはアドルフ・ヒトラー通りと呼ばれた。レネシュタット市に属するエディン原集落は国家社会主義者が公共生活に対していかに強い影響を及ぼしたかを示す恒例である。 彼らはまずカトリック教会の影響力を抑え込み、カトリックの学校を国家機関に変更し、教会活動を一般大衆から切り離した。エーディン人間の司祭日誌には、1933年7月1日に、司祭事務所の電話が普通になったと記録されている。制服を身につけた4人の NSTP 幹部が、カトリック青年教会、ドイツ青年会、カトリック、 ドイツ国民協会の解散を宣言した。1934年、教会は青年の家をヒトラーユ限ゲンと及びドイツ女子同盟に貸し出すことを余儀なくされた。多くのエーデンゲン住民の意に反して、1943年4月1日にカトリックの宗派学校が廃止され、国の宗派混合学校が開校した。1938年の生態の祝日に、 カトリック色を帯びた装飾はなされず、旗や三角旗も見られなかった。多くの住民たちは1942年4月に始まった多くの教会の金の応酬を、教会に対する特に圧迫的な戦いの印であると感じた。国家社会主義者は、戦争を口実に、教会に対して、本来は木曜日に祝われる、天の祝日と聖体の祝日をそれぞれ次の、 日曜日に移し、生体の祝日のパレードは墓地に限ることを強制した。カトリックの聖三王の祝日と聖母時代の祝日は公的な祝日であったにもかかわらず、異性者はこの日を学校の登校日とした。しかしこれには、エイリンゲンの親たちは反抗した。1939年1月6日には60人、その翌年には119人の生徒が欠席した。 両親への懲罰はなされなかったか、あるいは撤回された。大きなグループの一つは、命令に逆らうことすらできた。同様のナチ政権に対する順化拒否の形成は、現在の市内の別の集落でも起こった。カトリックの農村環境を破壊し、家族、学校、団体活動、教育を脱出しようとする国家社会主義者の試みは、大きな困難に直面していることが示された。 しかしアルノルトクラインの後半にわたる研究は、住民の多くが公的な取引のメモを毎年残していることを明らかにしている。アルテンフンデム、エルスペ、グレーベンブリュック、ビルシュタイン、アルテンマルベルトで合計16人の国家社会主義的独裁の犠牲者が出た。現在のレネシュタット地域のユダヤ人の運命については、本校のユダヤ教の不死を参照のこと。 マウム家のソビエト陣営予防東ヨーロッパからの強制労働者は主にザハトレーベンエジー社の鉱山労働に従事させられた。1939年から1945年までの間、レネシュタットの市域内に多くの強制労働者収容所が設けられたアルテンフンデム、エルスペハルバーブラハトメケン、マウム家、グレーベンブリュック、ランゲナイ。 栄養不足や衰弱で死亡した人数は明らかでない。強制労働者の墓は、キルヒフ,ファイシェーデ、エルスペ、グレーベンブリュックにある。マウムケの東方労働者収容所の墓地には98人の、ロシアに由来を持つ強制労働者が埋葬されている。レネシタット市の博物館では、2000年から2001年に、戦争の影から1939年から1945年の、 デネシュタットの村落における戦争体験展の枠組みで書かれた強制労働体験者の手紙が展示された。この手紙は記憶、責任、未来財団による保障を受けるために当時の強制徴収の証拠として死に認められたものであった。1945年3月30日、ドイツ陸軍第15軍司令官。 グスタフ・アドルフ・フォン・ザンゲン付評大将が爆僚と共にアルテン・フンデムに1日間滞在した。彼はここで B 軍集団司令官のバルター・モーデル元帥と対面した。ザンゲンはこの場で封鎖されつつあるのルールポケットの東半分に対する最高司令官となった。デネシュタットの地域は4月1日から連合軍によって封鎖されたルールポケットの一部となった。 アメリカ軍は4月9日から12日までの間に地域を制圧した。戦争の影点の文書によれば1945年の現在の地域における戦闘行為によって981人のドイツ兵が死亡した。後年になってやっとオルペ軍出身者の投稿により1943年から1945年に激しい戦いが行われたルール地方の妊娠中の 母親たちがビルシュタインで出産していたことが分かった。出産は国家社会主義の国民社会福祉事業の組織によって支援、組織されていた。デネシュタット氏の戸籍役場の主張によれば、このように市外から来た母親から生まれた子供の数は1943年6月8日から1945年5月1日までの間で合計760人であった。 母親たちは主に、ドルトムーンと、ボーフム、バネアイケ、ハーゲンといった都市から疎開してきた。適切な施設は、集落のいくつかのペンションにあった。ザウアーラントの有名な女流作家ヨーゼファ、ベーレンスイコールトーテノールは1925年から1969年に、亡くなるまでグライアーブリュックに住み、創作を行った。 彼女の観光物は、ナチ政権への積極的な支持を表明しており、多くの集落で通りの名称についての議論を呼び起こした。これにより、レネシュタット市議会は、グライアーブリュックのヨーゼファ・ベーレンスイコールトーテノールを記念した通りの名称をすべて解明することを2014年3月に決定した。やはり新しい知見によれば、地元政治家のヘルベルト・エイ・ファースは、 以前考えられていたよりも強くナチ時代の政策に関与していた。特に強制収容所への移送の振り分けも彼の責任下でなされた。レネシュタット氏は彼の死後2017年3月22日の市議会で1938年に彼に授与された名誉市民号を剥奪した。第22対空ミサイル大隊第1中隊の内機 ハーキリーズ型ミサイルザウアーラント兵舎1962年から2002年までエーリンゲン近郊のザウアーラント兵舎はドイツ空軍地対空ミサイル部隊の拠点となった。1990年までは第22対空ミサイル大隊第1中隊がこの兵舎に駐屯した。1990年からは第21対空ミサイル大隊第5中隊と交代した。 1963年から1987年までは、アメリカ陸軍第52砲兵分隊の兵士も、この兵舎に駐屯した。敵の飛行物体を捕捉し、自軍のミサイルを誘導するための、ミサイルと発射制御室を備えた、発射領域は、兵舎から離れて存在した。発射領域には、1962年から1967年までは、ナイキエジャックス型。 1962年から1988年まではナイキハーキュリーズ型ミサイルが配備されていた。1963年から1987年まで最大9機のナイキハーキュリーズ型ミサイルが2から40キロトンの爆発力を有する実戦用核弾頭を搭載していた。40キロトンの弾頭は1970年代に20キロトンのものと交換された。 この核弾頭は敵航空機に対する地対空使用、または距離 180km までの敵地上部隊に対する地対地使用を想定していた。核弾頭の管理はアメリカ陸軍が行っていた。ドイツ連邦軍で特殊弾薬と呼ばれた核弾頭の存在は秘密とされ、公には連邦軍はその存在を確認していないことになっていた。 1987年から2002年までこの部隊はパトリオット対空ミサイルで武装している。このミサイルは航空機に対する防衛用の地上発射型中距離対空ミサイルシステムで巡航型の戦略的中距離弾道ミサイルである。ザウアーラントの市長存在編に伴いアムトウィルシュタインは1969年6月30日に廃止された。この地域には アムトの権利継承者として、レネシュタット市が新たに成立した。新しい市の行政機関は、アルテン・フンデムーに置かれ、1984年に新たに建設された市庁舎に入居した。1984年まで暫定的に役場として利用されていたアムトハウス・フレーベンブリックには、現在、図書館と文書館を併設した、レネシュタット市博物館が入居している。 新しい市の地域内に、デネシュタットという名称の集落は、地域再編前には存在しなかった。デネシュタット市の基本条例1には、デネシュタット市は、1969年7月1日から存在する。本市は、かつての町村、エルスペ、グレーベンブリュック、キルヒフ,ファイシェーデ、エーディンゲン、ザールハウゼン、及び、キルヒフ,フンデムトレネが合併した一部からなると、 記述されている。地域の地区への区分については3に、地域内の歴史的な名称を有するかつての地区は、これを保持するとしている。新設措置施行前には広範な議論が行われた。新設により、政治的衝突が起こった。その結果、レネシュタ都市の設立とアルテン・フンデムへの行政機関設置の決定は、州あるいは、 行政管区の上位の諸葛官庁の指示によるものであった。市の新設という、この結果は後に完全にポジティブな評価を得た。地区の開発計画に支援され、かつての町村は一定の自治権を維持することができ、中小企業が設立され、十分な雇用が創出された。工場的に2万5千人以上の人口を要するレネシュタット市は公的に軍所属中規模軍都市の一つである。 ノルトベストファーレーン州自治体法4によれば、中規模軍都市は一般的な市の業務に加えて、法や条例に基づく追加業務を執行することも可能である。1969年から1990年までの間に、アルテンフウンデム中心部のあらゆる建物が取り壊され、新しい行政、オフィスセンターを形成する新しい建物に建て替えられた。 1980年からの構造的政策により、アムビ外産業地域が形成され、1994年からは、旧走車場跡に別の産業地域が建設された。2008年から2009年には、駅の改築と鉄道路線の増設が行われた。レネシュタット区裁判所は、早くも1879年にフェルデに移転した、ビルシュタイン区裁判所に由来する。 1991年、この種のものとしてはドイツで最初のホスピスの一つ、セイリーザベトホスピスが社会保険衛生機関と協会の主導で開設された。ホスピスの職員は、四季を間近にした患者に宗教と関係なく寄り添い、セラピスと医師、生職者と共に亡くなるまで QOL を可能な限り、最高の状態にするようケアする。必要とされる。 構造改善措置は地域再編後に密件でも実施され、ザハトレーベン社の旧鉱山地域の埋め戻しや、ザウアーラントピラミッドをはじめとする新たな産業用地の整備が行われた。グレーベンブリュックでは2001、2年に旧化学工場クルーゼの敷地が再開発されて新たな企業が進出し、2008、9年には駅舎の更新や、 道路交通のために鉄道との交差の立体化が行われた。レネシュタットに属す地区の歴史は、保護文化財に指定されている建造物に見ることができる。ビルシュタイン城は、中世の出来事を、シチリア公施設は、メッケンマウムケ、ハルバーブラハドにおける鉱山の時代を、ビルシュタイン、キルヒファイシェで、ザールハウゼンの数多くの木組建築は主に18世紀から19世紀の、 木組建築の技法を示している。デネシュタット市は、1969年7月1日に、アムトビルシュタインの権利後継自治体として成立した。この市はそれまで独立した町村であった、エルスペ、グレーベンブリュック、キルヒファイシェーデ、エーディンゲン、ザールハウゼント、ヘルデン及びキルヒフンデムの一部の43集落で構成されていた。1975年1月1日、 それまでレネに属していた集落、ミルヒエンバッハが、レネシュタット市に編入された。市が創設された1969年以降、レネシュタットの人口は当初ほぼ一定であったが、1990年代以降28,084人にまで増加し、これ以後軽度な減少に転じた。2015年にわずかに増加しているのは亡命者の分配によるものである。 宗教分布前進2011によれば、2011年5月、現在、人口2万6473人の、うち大多数の73.6%がカトリック教会、10.3%が福音主義教会に属していた。その他の宗教の信者、または無宗教者は16.2%であった。イスラム教徒は区別されていないが、 一般学校の生徒の宗教分布で近似値がわかる。2011、12年の調査データによれば、合計4318人の生徒のうち、イスラム教信者は8.9%であった。この調査結果では、カトリック信者は76.1%、福音主義信者は9.1%であった。カトリック教会、マリア・ケイニギン修道院とその教会発生期後期の キリスト教家の初めから19世紀まで、本市を含むベストファーレン南部は、ケルン大司教区の一部であったが、その後1821、23年からパーダーボルン、広司教区に属した。カトリック教会の影響の明白な印としては、12の教区教会と、小さな集落にある18の礼拝堂、さらに数多くの路房の十字架や、十字架の道行きが、 存在することが挙げられる。合計7つの教会と8つの礼拝堂が保護、文化財に指定されている。20世紀末から、レレシュタット周辺でも聖職者不足が見られるようになり、1998年から、四牧連合が形成された。レレシュタットの12の教会は、以下の四牧連合を形成している、アルテンフンデム、ランゲナイ、ザールハウゼンシサイクは、レネタール四牧連合、 エルスペ、オーバーエルスペ、エーリンゲンシサイクは、エーネエルタールシボク連合、クレーベンブルク、ビルシュタイン、キルヒ・ファイシェーデシサイクは、ファイシェーデタールシボク連合、メッケン、マウムケ、ハルバーブラハトシサイクは、メッケンマウムケ、ハルバーブラハトシボク連合。さらにレネシュタット地域シボク会の成立により、2013年から、シボク活動の、さらなる中央化がなされた。 ただし常日の私牧連合は、それぞれ独自の教区事務所を有し、地域私牧会内部で存続している。これら教区のほかに、マリア・ケーニギン修道院の修道士らも、宗教行事を行った。アルテン・フンデムの修道院教会で、定期的に公開の礼拝が行われるほか、修道士らは、デネシュタット市内の様々な集落で教区の支援を行った。当時まだ修道院に住んでいた。 修道士の老人からトラブルが生じた。2015年10月1日、聖家族伝道会のドイツ修道会館区はこの修道院及び伝道会館を公式に閉鎖した。市内の17園の幼稚園のうち11園をカトリック教会が運営していることはカトリック教会の影響力を反映している。福音主義教会アルテンフンデムの 福音主義平和教会福音主義信者が少ない、現在のレネシュタット市とキルヒ・フンデムのほぼ全域は1849年にアッテンドルン福音主義教会組織に組み込まれた。宗教行事はアッテンドルンとヒルヒ・エンバッハの死牧会が管轄している。ルールジーク鉄道の建設に伴い、福音主義の鉄道職員家族や企業家家族がジーガーラントやヘッセンから、 オルペ軍東部に移住した。1857年、メッケンとその周辺にはすでに200人の福音主義信者がおり、後にグレーベンブリュックメッケン教会組織となる教会グループが必要となった。教会組織の創設日は1858年3月15日とされている。これは定期的な礼拝と聖書講義のための礼拝室が設けられた日である。 1861年にグレーベン・ブリュック・メックエン、教会は、長老派教会、プレッテンベルク氏教会となった。福音主義信者は1863年に700人までに増加し、アルテン・フンデムの集落の入り口に教会を建設することが決定した。提訴は1867年6月29日になされ、1年後に完成した。 1874年にグレーベンブリュックメッケン教会が独立した。この教会は1927年まで存続し、その後、レネキルヒフンデム福音主義教会とグレーベンブリュック福音主義教会が設立された。アルテンフンデムの入り口に建設された教会は、現在、レネキルヒフンデム福音主義教会に属している。この教会には、福音主義信者墓地が併設されている。 保護文化財に指定されているネオロマネスク様式の教会堂は1956年に徹底的な改修が行われた。第二次世界大戦後、数多くの福音主義信者の家族がグレーベンブリックに定住し、このため新たな福音主義教会が建設された。レネシュタットの2つの福音主義教会組織は、広い教区に比較的少ない信者という困難な課題を抱えている。 ムスリム・イシルイ・コール・モスク1960年から最初のムスリムが主にトルコからの出稼ぎ労働者としてレネシュタットに流入し始めた宗教活動はメッケンのイエシルイ・コール・モスクで行われておりトルコイスラム宗教施設連合のモスク教会もここに本部を置いているモスク教会は1982年に設立され2011年時点で295人が 登録している。2015年にモスク建設の提訴がなされた。新しいモスクの概略は2016年11月、初めに完成した。新しい家シルイコールモスクは2018年5月11日に開所した。オルペ軍、アレビーハ文化センターがマウムケシクにある。ユダヤ教、オルペ軍におけるユダヤ人の存在を示す証拠は、 1451年、1568年、1574年と散発的に残されている。大きな流入は19世紀に起こったが、オルペ軍のユダヤ人はグループに組織されておらず、プロイセン国家もそれを望んではいなかった。エーリンゲンには1800年頃から1850年まで10人の子供を持つレーベンシュタイン家が住んでおり、1826年に、 礼拝書を設けた。ランゲ内には、1822年から1854年まで、アーロン・ノイバウアー家が住んでおり、ユダヤ教の宗教施設があった。ここは1930年までアルテン・フンデムのユダヤ人に利用されていた。20世紀初め、経済的発展に伴い、ユダヤ人の転入は明らかに増加した。その中心となったのは、オルペト・アッテンドルーンであった。 いくつかの例外を除いて、社会生活の融合は、ほとんどの場合拒絶された。国家社会主義者が権力を掌握した、時代、1933年、アルテンフンデムとエルスペには26人のユダヤ人が、いた。この中に、ノイハウス家、ビンター家、ネイアイマー姉妹がいた。ここでも、ナチス政権で、ユダヤ人の状況は悪化した。 ユダヤ人商店をボイコットせよという声明が発せられ、ビンター姉妹も逮捕された。1936、37年に、徐々に耐えがたくなる抑圧のために、軍域から脱出するユダヤ人の移住が見られる。アルテンフンデムのエルナ・ビンターは1936年に、ルクセンブルクに移住し、その後おそらくさらに、アルゼンチンに渡った。1936年、 または1937年にアルテン・フンデムのアーデル・ハイト・ノイハウスはニューヨークに亡命した。1938年には弟のフリッツが姉に続いた。1938年の排斥運動でアルテン・フンデムのアーロン・ノイハウスと夫ノイハウスが逮捕された。その他のユダヤ系住民たちは1930年代に殺害されるか逃亡するかした。 ナチスの恐怖政治により、レネシュタットにおけるユダヤ人の生活は現在に至るまで失われたままである。1994年にランゲナイのユダヤ人墓地が村の共同体の主導によって整備された。記念碑には、この神聖な地に我らがユダヤ人同胞が安らぐと命が刻まれている。つまずきの意思活動の一環として2008年に これら家族の13人の犠牲者と3人の安楽死犠牲者の記念席が設置された。レネシュタット市長者市長者を含むレネシュタットの行政センターはアルテン・フンデム地区にある。レネシュタット市議会は2014年の選挙以後38議席で構成されている。1997年までレネシュタットの行政トップの職は ノルトベスト・ファーレンシューゼン州全土がそうであったように、シュタットディレクターと呼ばれていた。1997年まで市長は名誉職で、儀礼上の代表者であった。レネ・シュタットの歴代市長は、以下の通り、2020年9月13日の選挙に、ステファン・フントは出馬せず、その後継者である、トビア・スプスパスが54.17%の票を獲得して市長に選出された。 デネシュタット氏の紋章は1971年12月31日に認可された。図柄、金字で3本の緑色の柱が貫いている。その上に青い斜めの波体が描かれている。向かって、右上角、一番右の柱に銀のバラが付けられている。背景の金と緑の縦帯体はアムトウィルシュタインの紋章から取られた。波体は、 使命の元となったレーネ川を表しており、バラはエーディンゲンの紋章に由来する。市議会は1995年にトマスモアを死の守護聖人とした。死は2001年から良心に基づく信念に従い、自分に起こり得る不利益を顧みず、幸福のために勇気を持って行動し、他者や社会の模範となる人物にトマスモア賞を授与している。2006年5月に 連携の印として、デネシュタットからベルリンやワルシャワを経由して、オトホックまでの自転車ツアーを32人の参加者で行った。エルスペフェスティバル、エルスペフェスティバルは、エルスペ地区で開催され、様々なショーが上演される、カールマイ演劇祭の1989年以降の公式名称である。1976年から1980年まで、 および1982年から1986年まで、ウィネ島役で映画俳優として知られるピエール・ブリースが芝居にゲスト出演した。1946年に設立された文化協会フンデム・レネ・イヴィは、メッゲンのアンネ・フランク本家庭学校の教育センター内にある480席のレネ・シュタット、私立劇場で文化プログラムを開催している。そのプログラムには、 演劇、演芸、ミュージカル、コンサート、子供劇が含まれる。リヒトシュピールハウス・レネシュタット・アルテン・フンデムには1916年から映画館が存在する。現在リヒトシュピールハウス・レネシュタットとして映画を上映している建物は、軍内ではオルペ市のシネマコンプレックスを除けば唯一の映画館である。この映画館には3つのスクリーンがある。 ノルト・ベスト・ファーレン州映画、メディア財団は、この映画館のドイツ・ヨーロッパ映画及び青少年に、ふさわしい映画の選択における、優れたコンセプトに対して2015年に2つのプログラム賞を授与し、その経営者を功績を称えた。レネシュタット私立博物館シシリア公工業、博物館グレーベンブリュックには、レネシュタット私立博物館がある。同じ建物に、市の郷土、 地方文化図書館を呼び、私文書館も入居している。レネシュタット工業文化財保存協会 EV は1998年から滅見で、この町の工業の伝統を示すシシリア港、工業博物館を運営している。市はザールハウゼンのゲストの家に1969年に亡くなった作家で画家のヨーゼファ・ウェーレンスイコールトーテノールのために、 彼女の作品や遺品などのコレクションを収めたヨーゼファベーレンス資料室を設けていた。この作家を記念したグライアーブリュックの通りの名が解明されるのに合わせてヨーゼファベーレンス資料室は2014年に一般公開が閉鎖された。資料室の利用は新しいコンセプトに基づいて行われる。青少年のためのレネシュタット・キルヒ・フンデム音楽学校は キルヒフンデム地区とレネシュタット氏が運営する公立音楽学校である。この音楽学校の科目は一般的な管楽器、弦楽器、打楽器、鍵盤楽器、発言楽器、声楽、4歳から6歳までの早期、基礎教育、18ヶ月からの音楽幼稚園、音楽教師や音感教育がある。約800人の生徒がこの音楽学校で学んでいる。施設は デネシュタットとキルヒ・フンデムの基礎家庭が校内にある。伝統的な音楽クラブや金管アンサンブルから1974年に設立された室内管弦楽団コレニウム・ムジクスや青年フィルハーモニー EV まで楽器演奏に触れる機会は多くある。青年フィルハーモニーは2002年に若い才能のあるアマチュア音楽家にプロの音楽家と共に音楽を演奏する機会を 与えるという目的で設立された。楽器を学んだ大人たちも地元のオーケストラで新たな仕事への影響を養っている。青年フィルハーモニーのレパートリーは幅広く、古典から現代音楽にまで至る。音楽ファンはグレーベンブリュックの青年センター OT や有限とトレフキルヒベイシェイで EEV のロッカーでフェスティボールで多彩な演奏を楽しむことができる。 この街の音楽生活のハイライトは、重篤患者の療養所である聖エリザベトホスピスでのホスピスコンサートである。聖エリザベトホスピス協会はこれまで毎年国内外の音楽シーンで活動するビッグバンドやオーケストラを招いてコンサートを開催している。このコンサートでは、アルテン・フンデムのザ・ウアーラント・ハレは通常最後の一席まで満席となる。合唱シーンも 過去数十年多彩な活況を示している。古くから、ある男性教会合唱団の他に、数多くの女性、児童、青年合唱団といった、幅広いスペクトラムの音楽団体が結成されている。例えば、近隣のアッテンドルンやフィネントロプの住民も、参加している、ポップゴスペル合唱団、ジャスト・フォー・ファン、様々な株団体を有する、コール・ユーゲンとグレーベンブルック、 オーバーエルスペの児童少年合唱団、ヤングボイスなどである。ビルシュタイン城有名な建造物としては、すでに伸びた博物館の他に、ビルシュタイン城、グレーベンブリュックのメロ戦争記念碑、ホーエブラハト展望塔、アルテンフンデム駅、グレーベンブリュックの駅舎、主にキルヒハイシェーデで見られる、地域特有の形式の何棟かの木組建築、エーディンゲンのリントローの泉、 連邦道 B55 号線、エーリンゲン近郊の街道の聖母像がある。名言には、その革新的なデザインのために何度も表彰された、ザウアーラントのピラミッドがある。エルスペのゲレシタットにある、新しいドルフプラッツも見応えのある建造物である。この広場は2014年6月初めに、完成したのだが、2014年5月18日の、 式典に伴って一般公開された。集落の中心の高台に立つ教区教会の段差の内入り口は重要な特徴である。この教会には、骨ので覆われた小さなステージや、さらに上の高台には彫像を持つ泉や休憩用のベンチがある。グレーウェンブリュックの聖ニコラウス教会見応えがある14棟の教会と18棟の礼拝堂は、 町の景観を作り出す特別な地位を占めている。七棟の教区教会と八棟の礼拝堂が保護、文化財に指定されている18棟の礼拝堂の多くは、例えばアルテンバルベルトやメルベックの礼拝堂のように、単独式で屋根の上に八角形の小灯をいただいている。アインジーデライ及びアポルミッケ近郊の部など ハンノキやイチイノキの森自然保護区市内では2カ所が欧州動植物生息保護区に指定されている。校舎の一部はフィネントロプやアッテンドルンにまたがっている。メルベック及びリューベンカンプ自然保護区市内には自然保護区に指定された地域が9カ所ある。自然保護区のうち4カ所はほとんどが2カ所は一部がヨーロッパブナの古木で覆われている。リンスライガン。 デネシュタットには4つの自然文化財がある。市内には、さらに4つの保護対象の景観形成要素がある。これらは0.47ヘクタールから6.79ヘクタールの広さである。3つが旧採石場、1つがスプリングスノーフレークの自生地である。地域の全域がザウアーラントロタール山地、自然公園の一部である。その大部分が1960年代の市の、 創設から景観保護地区に指定されている。2006年11月30日に地域東部に対してエルスパーゼンケルネベルクラント景観計画が適用された。これによりすでに家屋が建っている集落部分や建設計画の適用地域を除くすべての土地が自然保護区などのより高度な状態にない限りは景観保護地区となるというものである。 この景観保護地区は2つのカテゴリーに分けられる。タイプ A は一般的な景観保護地区、タイプ B が特別景観保護地区である。タイプ A の景観保護地区では建造物の建設や、植林の開始、クリスマスツリー栽培地の新設が禁止されている。タイプ B ではこれに加えて、草地や休館地の多目的への転用が禁止されている。 タイプ A の警官保護地区が一つの土地で形成されているのに対してタイプ B は多くの部分的な地域が集まって形成されている。警官保護地区以外では地域の一部は2004年12月8日にアルンスベルク行政管区によって指定されたオルペ軍警官保護地区の一部となっている。警官保護地区に指定されていない軍域のほとんどがこれに含まれている。 市内では3039ヘクタールがオルペ群、景観保護地区に属す。規定はタイプ A 景観保護地区とほぼ同等である。市域内にはその希少性から保護対象となっているビオトープが数多くある。例えば水源地や岩石群などである。これらは希少性に従って指定されており、蒸気の保護カテゴリーとは無関係である。デネシュタットには、ナベコウ、アオサギ、 大高、赤飛び、ワシュミミズク、ワタリガラスなど大型の鳥類が飛来する。カーアレ城塞や都市域内には12軒の史跡がある。史跡は主に土塁城塞、墳墓、ぽ、霧通しの道である。この他に城跡や修道院跡もある。土塁城塞は大きな人口集団の避難城塞であった。これは紀元前からすでに大きな集落が形成されていた。 ことを推測させる。よく知られている、ドルイ状祭は、エルスペ近郊のバイレンシャイト城塞カーレ城塞ホーフキュール城塞ホーアーレーンブルク城塞などである。墳墓については、新石器時代後期の埋葬習慣が最も古いものである。これは紀元前の時代からこの地域に定住がなされていたことを示している。よく知られている墳墓は、 グレーベンブリック近郊ヒルテンベルク墳墓やエルスペ近郊のリューベンカンプ墳墓がある。切り通しの道については、その始まりについての詳細は、不明が、中世初期にはすでに重要な広域交易路があったことがわかっている。保存されているのは特に森の中の道である。これらは道として固定されていなかった場所を長年にわたって踏み固めたことで出来上がった。 この固定された史跡は中世の道路網の種類や広がりなどに関する広範な知見をもたらし得る考古学上の情報源となっている。例えばオーバー・バルベルト近郊の切通しの道やシュポルケ近郊のモント社員などである。1395年に初めて文献に記録されているグレー・ベンブリックは中世には税関の近くにあるレネ川を渡る橋であった。 六本の中世の重要な街道がここに集まり、はじめは歩いて、後には橋でレネ川を渡っていた。ケルンとカッセル、ライプツヒトを結ぶ中世の軍事、交易路であるハイデン街道、戦士時代からボンとパーダーボルンとを結んでいた、古いローマ街道、軍事道路と並行してジーゲンとゾーストとを結ぶ古道がここに集まっていた。と承地は、 その近くに13世紀に建設されたペーパーブルクやハイデン街道に関してはもっと古いバイレンシャイト、城塞によって守られていた。ロムケ近郊のヘイルベークやグレーベンブリックのケルナー通りという通りの名前は古い広域街道に由来している。この他の注目すべき史跡としてペーパーブルク城跡や修道院跡,城跡、城跡、エーリン原料士官跡がある。 クアパルクザールハウゼンコンサートパビリオンとそれに隣接する池と中の島、定点の彫刻公園、ルフトクアオルトとして有名なザールハウゼン宿にはメイン通りや多くの駐車場からアクセス可能なクアパークがある。ここでは短い散策路や長い遊歩道が利用できる。多彩な樹木や低木が植えられ、池が設けられた手入れの行き届いたりお地のベンチが 居心地のいい空間を作り出している。この公園は2015年に実行されたタールビタールインザールハウゼンプロジェクトでビッカがなされた。この施策に伴ってレネ川沿いに 1.6km の新しい遊歩道が設けられた。音楽堂周辺では池が拡大され中の島が設けられた。ビルシュタインはルフトクアウルトに指定されていないがやはり小さな公園を有している。 エーディン建築は2011年初めにファプリス・ビーゼの敷地に新たに作られたレジャーパークを開業した。広さは約6000平方メートルで自然農川、池、ツリーハウス、キャンプファイアー広場、泉、リフトなどがあるレジャー施設である。2015年夏に定点集落の入り口のレネカー沿いの草地に小さな彫刻公園が設けられた。 デネシュトラント群像はエッセンの彫刻家ローガーレヒャーバッフにより制作された。それぞれの像は一本の木材から彫られている。群像の素材も印象も周囲の環境に良いハーモニーで融合している。このプロジェクトは地元の金融機関による経済的支援を受けた。ケルンの芸術家グンター・デムニヒは2008年4月末にアルテンフンデム・エルスペ アルテンバルーベルト、グレーベンブリュックに合わせて15基のつまずきの石を埋設した。これは国家社会主義独裁によって殺害された犠牲者を追悼するものである。2009年6月にはさらにビルシュタインに1基が埋設された。つまずきの石はそれぞれの犠牲者が最後に住んだ場所の前に埋設された。デネシュタット氏はこのつまずきの石活動の公的な支援者となった。 16期のつまずきの石のうち13期はユダヤ人排斥によって殺害された犠牲者3期は安楽死プログラムによって殺害された市民を追悼している大きな集落のすべてで毎年開催される射撃祭は年中行事の一つであるこの他に毎年8月には何日にもわたる一祭りがある天ン,ンデムで開催される司祭は2005年からは ザウアーランダーシュトラセンムジュイカーイコールフェスティバルと一緒に開催されている。メッケン、クレーベンブリュック、ザールハウゼン、ビルシュタインでは地元のカーニバルサークルが毎年バラの月曜日にメインイベントとしてパレードを行っている。市外にも知られているのはスミレの火曜日に行われるクレーベンブリュックカーニバルクラブのパレードである。市内各地区には合わせて50以上のスポーツクラブ。 ハイキングクラブ、レジャークラブが体を動かしたり、休養したりする機会を提供している。伝統的なスポーツ種目であるサッカー、ハンドボール、陸上競技、テニス、体操、水泳、自転車、スキーの他に、スカイスポーツ、モータースポーツ、空手、テコンドー、ダンスなどの部門もある。シニア、ジュニア、女性、少女チームを持つ約15のサッカークラブのために、 2004年から2007年に、いくつかの新しい人工芝競技場が設けられた。レネシュタット市民は、合わせて11の人工芝競技場を及び1つの天然芝競技場を利用することができる。陸上競技振興のために、クレーベンブリュックの競技場は、400メートルの周回トラック、高飛び、幅飛び、棒高飛び用の施設が拡充された。 屋内スポーツ競技には11箇所の体育館が利用可能である。メッゲンの屋内プール、ベネテルメには水泳やサウナの時間のかにアクアフィットネスや水中体操のコースも設けられている。ここではいくつかの上級学校や障害者スポーツ協会がトレーニングを行っている。エルスペト・グレーベンブリュックは学校に学習用プールを有している。 ビルシュタインとザールハウゼンでは住民活動の協力を得て古い屋外プールを改良し魅力的な自然屋外プールとして再オープンさせた。マウンテンバイク愛好者やロードサイクリング愛好者はザールハウゼンで練習や競技会を開くのに公的な環境を見出すことができる。ホーエブラハトやハルバーブラハト周辺では冬になるとスキー競技のために 数多くのロイペアリフトが設けられる。2003年以降、これらのウィンタースポーツ施設は、当時設立された、ウィンターアリーナザウアーラントに属している。オルペグン・ハンググライダークラブは、ザールハウゼンのドルベルクにハンググライダー及び、パラグライダー用の滑空場を有している。アルテンフンデムのヘンゼル企業、センターボンツェラーハンマーのエゴングロスハウスの、社屋鉄道ハーゲンアルテンフンデムジーゲン。 戦海通後の構造変化は、レネシュタット地域に金属加工業の大きな進展をもたらした。レネシュタット地域の社会保険支払い義務のある就労者のうち52.2%の比較的高い割合が製造業を含む加工系企業に勤めている。ノルトベストファーレン全体の平均値は27.8%である。レネシュタットの雇用状況について、 2018年11月のオルペ軍の失業率は3.1%であった。大きな購買力流出を背景に2002年小売業者の主導でレネシュタット市が支援してシュタットマーケティングレネシュタット EV が創設された。3人の協会運営理事9人の役員176人の会員、支持者がこの協会に属している。 科学的な裏付きに基づき策定されたマーケティングコンセプトの実施により10年間でカウフクラフトバインディングスキットは20%近く上昇し98%となった。現在は購買力の市外への流出はほとんどない。この発展は特にショッピングイコールボーの導入とアルテン・フンデムの駅前地区の再開発に伴い、 新しい店舗が進出したことによる影響によるものである。レネシュタットの小売業のポジティブな状況は G 現象公開のハンデルソーンとララタット調査によっても評価されている。この指標は小売売上高の小売購買力に対する比を意味している。2006年のレネシュタットのこの指標は100.9であった。これは市外から レネシュタットにわずかに購買力が流入するバランスの取れた状態を表している。1902年のグレーベンブリュック軽く工場の設立はグレーベンブリュックにとって大きな経済的意味を持っていた。エゴングロスハウス、H&R 特殊発、ジョー、ヘンゼル、トラクトイコールテクニーク、ビーガといった企業が地域を超えた知名度を獲得している。観光や山歩き、 サイクリング、農場での休暇といったレジャー分野も無視することはできない。この分野では、ザールハウゼン、ミルヒエンバッハ、ランゲナイ、グライアーブルク、ビルシュタイン城を有するビルシュタイン、エルスペが際立っている。デネシュタット区裁判所視聴者と区裁判所アルテンフンデムには、ノルトベストファー練習の地域再編後の1970年代に建設されたデネシュタット市の視聴者がある。 レネシュタ特裁判所は、クレーベン・ブリュック地区にある。郷土、地方民族図書館、私文書館図書館は、約3000点の論文や雑誌を収蔵している。これらは、歴史全般、郷土史、民族学、家門史、教会史、法律史、社会史、芸術史、技術史、経済史に関する文献である。書物の大部分は4週間無料で貸し出される。 レネシュタット市文書館は、レネシュタットの都市市の、あらゆる断片を収蔵する市の中央機関である。文書館は、19世紀にまで遡る、都市史上重要な文献を、レネシュタット市の記憶として収蔵しており、市民は閲覧、活用することができる。アルテンフ・ウンデム・西洋ゼフイコール・ホスピタル、西洋ゼフ・ホスピタル病床数約190床の、 西洋ゼフイコールホスピタルは、オルペの聖マルティウス病院と共に、オルペの南ベストファーレンカトリック病院協会、GMBH に属している。この他に、他の専門病院と共同の3つの専門センターがある。公共旅客近郊交通、アルテンフンデム駅レネシュタットは、ハーゲンからジーゲンに至る鉄道ルールジークセン沿いに位置しており、レネアルテンフンデム駅、レネグレー駅、 レネメッケン駅がある。1944年まではアルテンフンデムビルケルバッハ線によってエルンテブリュックまで鉄道がつながっていたが戦争の進行に伴い退却するドイツ国防軍によって橋が爆破された。トンネル部分は一部が残されている。ベンホルトハウゼンまでの区間は1960年代半ばまで利用されていた。当時アルテンフンデムは 鉄道村とされていた。グレーベンブリュック駅から、かつては2本のトロリーバス路線が運行していた。1903年から190年まで運行していた、採石場行きのカルクバーングレーベンブリュックと、1904年から1916年まで運行していたキルヒファイシェーデ駅のファイシェーデタールバーンである。現在は、VWS および BRS のバス路線が、 キルヒフンデム、オルペ、ヒルヒエンバッハ、フィネントロップ、シュマレンベルク、メッシで、アッテンドルンへ運行されている。ノルトベストファーレン州のバス、鉄道愛好会は、アルテンフンデムの駅を、ハイカーの駅2012に選び、表彰した。鉄道やハイキングの愛好家の100以上の提案の中から、2007年、8年に改築された、この駅が勝利した。評価されたポイントは、 よく整備され標識が取り付けられた遊歩道とレストランとの組み合わせであった。アルテン・フンデム駅は2013年に南ベスト・ファーレンの駅としては初めてドイツ交通クラブによって利用客に優しい駅の称号を授与された。個人向け交通連邦道連邦道 55B236 号線 B517 号線が市内を通っている。最寄りのアウトバーンのインターチェンジは グレーベンブリュックから約1 5トル離れたオルペにあるアウトバーン A4、A45 号線のインターチェンジである。B55 号線はメシェデから南向きにエーディンゲン、オーバーエルスペ、エルスペ、グレーベンブリュック、ボンツェル、ビルシュタイン、キルヒファイシェーデを通っている。一方、B236 号線は B55 号線と交差した後、 グレーベンブリュックの近くでレネ川を渡り、キッケンバッハ、ランゲナイ、ザールハウゼンを経由して、シュマレンベルク方面へ通じている。自転車、レネシュタットは、NRW 自転車交通網に接続しており、カーラーステンのレネ川水源からホーエンジーブルクの、レネ川、川口までをたどるレネルート沿いに位置している。ザウアーラントラートリングの供用開始により、 自転車道路網のさらなる拡張がなされた。この周回自転車道は全長 84km でフィネントロプからエスローへ、シュマレンベルク、デネアルテンフンデムを経由して再びフィネントロプに至る。このルートは主に古い鉄道の軌道を利用しているため、所々の勾配が緩やかである。シュテルメッケからザールハウゼン、ランゲナイ、キッケンバッハを経由して、 アルテンフンデムまでのレネシュタット市を通る区間は B236 号線の近くを通っている。全長約2 4トルのやや短い自転車道、ルントウムス・ファイシェーデ・タールはグレーベンブリュックからボンツェルやビルシュタインを通ってキルヒ・ファイシェーデに至る区間が市内を通っている。近年の道路建設政策の一環として、レネシュタットの地区内の自転車道網も拡張、整備された。 エーディンゲンからオーバーエールスペやエルスペを通ってトロッケンブリュックまでの区間とそこから曲がってレネ川沿いにメッケイン及びアルテンフンデムまでの区間は小さな隙間道が自転車道に指定された航空レネシュタット市内には小さな飛行場がある有志間飛行方式による離着陸が可能な最寄りの飛行場がアッテンドルンフィネントロップ飛行場と シュマレンベルクレネフェルト飛行場である。最寄りの空港は約4 0トル南に位置するジーガーラント空港である。プロジェクトレネシーネによって整備されたアルテン・フンデムのマルクと広場振興プログラムレギオナーレ2013南ベストファーレンに伴い、レネシュタットはレネ川や鉄道で互いに結ばれている他の7市町村とともにプロジェクトレネシーネに参加している。川と 鉄道、地形、集落、工業や交通が引き起こす問題が多くの場所で見られている。このプロジェクトの目標は、レネ川の流れを再び活気ある生活軸とし、これにより住民の生活の質を向上させることにある。8時地帯によるプロジェクトレネシーネは2010年7月の共同議会で発足した。 合わせて84の施策からなる13の計画を2013年までに実施する予定であった。レネシュタット地域ではメッケン地区のザウアーラントピラミッド周辺の庭園整備、アルテンフンデムのマルクト広場の再開発、ザールハウゼンのビタールパークの建設がなされた。レネシュタットにおけるプロジェクトは2017年9月末に完結した。このプロジェクトは レネシーヌ2.0として引き継がれた。近年レネシュタットの集落における生活環境が損なわれつつある。これは小売業、農業、銀行と貯蓄銀行、学校、教会、医療などの分野で顕在化している。レネシュタット市はこれまで数年内に生活の質を改善するために様々な挑戦を行ってきた。統合された自治体の発展コンセプトに基づき、 はじめに現状の分析が計画されている。ここから第3段階で実施されるモデルの開発につながる。このモデルにはプロジェクトの理想についての定義も含まれる。住民たちはアンケート調査を介して2018年11月、12月に完了する計画プロセスに参加している。ベストファーレンポストとベストフェリシェルントシャウはレネシュタッドに それぞれの編集局を有しており、そこで日刊誌を刊行している。さらに水曜日と日曜日にコマーシャルペーパーのザウアーラントクリアート、ザウアーレンダー防ーヒーアンツァイガーが刊行されている。デネシュタットは西部ドイツ放送、ジーゲンスタジオの放送エリアに属している。南ザウアーラントのニュースは WDR に及びロカールサイトで放送される。 レネシュタット私立ギムナジウム法エブラハトの近くに修道院及びギムナジウムマリア系二銀がある。1957年から1959年に建設された修道院に1967年に設けられたギムナジウムである。2016年10月半ば時点でレネシュタットには11校の学校がある。このうち基礎家庭学校が5校、養護学校1校、本家庭学校1校、 実家学校2校、ギムナジウムが2校である。これに加えて、オルペ軍の職業補修高等専門学校の分校がある。成人教育では、オルペ軍の市民大学が、レネシュタットに分校を有している。2014、15年の学年から、レネシュタット市とキルヒフンデムとの共同のゼクンダーシューレが設けられた。この新しいゼクンダーシューレはそれまでの滅ンホ本ン。 家庭学校とキルヒフンデム本家庭学校及び、滅限実家学校を引き継ぐもので、これらの学校は廃止された。ゼクンダーシューレのデータは、上記の学生数には含まれていない。カール・ヨゼフ・シュルテ・ノルディック町距離スキー用の溝が、切られたコース走行倍力に占める地元での消費の、割合ドイツ語、スパーカス、日本の信用金庫にあたる。ありがとうございます。